梶山洋平は東京都江東区出身の元サッカー選手。元日本代表候補。小学校1年生時にサッカーを始める。5年生時に家から近かったことから東京ガスサッカースクールに入会し、以後 FC 東京 U-15、U-18 と昇格したクラブハエ抜き選手。同期には5明銀、リタダアキラ、斎藤雅也、鎌田二郎。 ま、真行寺和彦らがいた。U-18 では U-18 所属の頃から、第2種登録選手として、トップチームに帯同し、2003年3月8日の、ナビスコカップ予選リーグ、横浜 FM 戦にて、後半30分から投入され公式戦初出場。3年生になった同年4月29日の、神戸戦にて、J1 デビューも果たした。当時から、 東京と選抜のチームメイトである小倉翔平が預けておけばボールを取られるようなことはないと話すなど突出したボールキープ力を持っていた2004年より正式に FC 東京のトップチームに昇格一定して試合に出場するようになり主にトップ下でプレー。公式戦初得点はナビスコカップ予選リーグ第2節かしません中盤から走り込み ミドルシュートを突き刺した。リーグ戦初得点は、同年8月の東京ダービーで、こちらもミドルシュートによる得点だった。セカンドステージ第14節市原戦では、右足でシュートを空振りして、相手をかわし、直後に左足で得点を決めるなど活躍を印象づけ、この年の J リーグ優秀新人賞を受賞した。同年8月には、 スペインで行われたデポルティー・ボラ・コルーニャとの親善試合に出場し、決勝点となるミドルシュートを叩き込む。その試合を観戦した現地ジャーナリストのヘスス・スアレスは、サッカー雑誌のコラムでカジヤマを、ミカエル・ラウドルップのようだと絶賛。今すぐリーガ・エスパニョーラで通用する選手と断言した。その後、怪我に苦しみ左膝を手術。2005年のワールドユース、オランダ大会には、 リハビリ明けながら、中盤の核として3試合に出場した。同年7月には、フィジカルの強さなどを評価され、宮沢誠子らを押しのけ、FC 東京でのレギュラーに定着。移行守備的 MF の位置で、先発出場するようになるが、試合によって、調子の波があるという短所があり、改善に努めた。2007年は、北京オリンピック予選への招集や、 福西隆の加入によって序盤は、出場機会を減らすものの、運動量を増やし、第11節以降ポジションを奪い返した。J1 第23節広島戦ではゴールまで28メートルの距離から無回転フリーキックを決めている。9月12日の北京オリンピックアジア最終予選、第3戦 U-22 カタール戦ではヘディングで、決勝点を挙げるも、試合中に、 左肩骨抗原を骨折し、シーズン後半をリハビリに費やした。同年から田辺信明と代理人契約を結び、将来の海外移籍を視野に入れた。2008年からは、エースの症状でもある、背番号10を託されている。これは、クラブの念願であった、ユース出身者による背番号10の誕生でもあった。2008年北京オリンピックサッカー。 日本代表でも背番号10を背負い、香川真嗣が一緒にやっていてもうまい。縦パス1本でもアイデアがある。攻撃の角と話すなど、同代表のチームメイトからも一目置かれ期待されたが、日本は参戦全敗で、梶山も強い存在感を示すことができなかった。同年から上福博志が FC 東京の監督に就任し、中盤の底のポジションでの守備面の安定感も増加。 攻撃の起点としてパスを各所に配球しチームの心臓として機能。石川直弘が FC 東京は傭兵のチームとコメントするなどチームの主軸として格好たる存在となった。この年、梶山と対談したナナミヒロは梶山について前線の選手を自分の手のひらの上で転がしているかのようなプレーを見せてくれる。 それができる選手はやっとと健豪ぐらいと評した。2009年12月、長らく痛みに苦しんでいた左足首と右膝を手術して症状の回復を図り、持ち味の強いキックも復活。2010年開幕戦にて途中出場で復帰を果たした。11月に負傷離脱していた米本拓治が復帰してからは、トップ下としてもプレー。 ゲームキャプテンの徳永雄平から起点として安心してボールを預けられるので押し上げる時間を作ることができる攻撃も守備も運動量も多くて助かったと評価されるもこの年の慢性的な選手不足により前日の手術の経過が悪いままプレーを続けざるを得ず自身初の j に降格を経験することともなり不本意なシーズンとなった2011年は主にボランチで 高橋秀人とコンビを組んでプレー米本と高橋のプレイエリアの違いや、攻撃の起点である梶山に集中するマークを分散するために高橋と縦関係の位置を取ったことで、配給役にとどまらずより前線で得点に絡むプレーを増やした。2012年はシーズン前の1月にドイツ分で3がフォルトゥナ・デュッセルドルフの練習に参加。 この年から監督に就いたランコ・ポポビッチからは、誰も持っていない能力を持っている選手と評され、クラブの首相に就任。同年より中盤に、MF ・長谷川・アーリア・ジャスールが加わったこともあって、トップ下で固定的に起用された。2013年1月1日、ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC へ期限付き移籍。外国籍枠が開かずに、選手登録が遅れたため、 22日に正式契約を結ぶ。背番号は49。同月27日のリーグ第19節、アトロミトス戦で先発出場し、ギリシャでのデビューを飾る。当初はトップ下で先発出場を続けていたが、連動性がなく個人の打開に頼るサッカーの中で孤立し、8番タイプの守備的 MF としても起用された。六月末に退団し、 FC 東京への復帰が発表された。FC 東京では、左膝の負傷の影響から、出場機会を得られず、同年8月7日、J1 で苦闘の最中にあった、大分トリニータへ期限付き移籍。チームの中心として、ゲームをコントロールする役割を担い、試合内容を大きく改善させるその影響力から、田坂和明監督は、格の違いを見せる選手と評した。 大分での実戦復帰後に、古傷の右膝の痛みが再発するも、J1 残留争いが過強を迎えていたために、強行出場を続け、J2 降格が決まった同年10月の第28節、c 大阪戦を最後に戦線を離脱。翌11月、右膝関節軟骨損傷による手術を受け、全治まで8ヶ月と発表された。2014年より FC 東京へ復帰。 夏場にかけて全体練習に合流し、同年8月の天皇杯3回戦松本戦でベンチ入り。アンカーに敗され、基地に富むプレイで評価をつかみ、短時間ずつではあったが出場を続けた。2015年序盤は高橋秀人とのポジション争いを制して、アンカーでの先発出場を続け、守備のバランスを管理し視野の広さと、多彩なアイデアで攻撃にも加担。 ファーストステージ終盤からは、高橋とドイスボランチを形成し、同ステージでは2位に入る、好成績を残した。セカンド第3節山形戦で、相手のタックルにより離脱。2016年、怪我から復活すると、ボランチのレギュラーとして定着した。2018年7月16日にアルビレックス新潟への期限付き遺跡で加入したが、怪我により満足な出場機会は得られず、 同年11月14日に今シーズン限りでの現役引退を発表した FC 東京 U-18FC 東京。ありがとうございます。